忘れてました、私は好きというお題ですね、うん、はい、小林さんにいたずらっぽく言う好き、B が小林さんを誘惑する時の好き、うん、C が小林さんに聞く私のこと本当に好きの D が小林さんに照れながら言う好き、E が小林さんにさりげなく言う好き。一人だけなんか問題のニュアンスが小林さん、はい、一人なんですけれども小林さんですね、うん、みんなに言ってると思うなかれ、これは小林さんにだけ、そう、小林さんにいますね。なるほど、はい、小林さんだけ、うん、どれにしようかな。じゃあ決めました。はい、みんなならきっと分かってくれる。うんうん、うん、じゃあ行きたいと思います、うん、好き。いやだいぶサービス、サービス、サービス問題だった。なんでなんでなんで、バラエティやっただけでしょ、みんな今、うん、あるのよ。これかな、はいはい、これかな、これかな、はい、思うままに、うん、はいはい、じゃあせーのでお願いします、はい、お願いします。せーの、 B。 お、バラバラじゃない、バラバラ、え、 B、 B、 私も B、 誘惑する時の、私も誘惑する時の B。 あれ、 E、 あれ、さりげなく言う好き。でもでもさっきのパターンだと、確かしたら、あ、そうだわ、さっきのパターンだ。じゃあ正解いきますよ。好き、これは誘惑する時の好きですね。誘惑してるからもうちょっとそんなタイミングで落ちてきた、神みたいな